はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数。タイトル、丸い形をね、やっていきたいと思います。で、今回ちょっとね、いつもと違くて先に言っておかなきゃいけないのが、この9番。 半径が 6cm の円を描いてみようっていう画面変わりますって書いてあるよね。いつもはこのホワイトボードだけで授業するんですが、ここでね、ちょっと 6cm の書くことができないので、最後の問題だけはちょっと画面が変わって、私の手元でちゃんとね、コンパスで書いてるやつをあの載せますので、ぜひね、そこもチェックしてみてください。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、えっと、先に言おう。私は絵が苦手です。 <laughs> あのこのねまずい、ま、こうか右の丸い形これここの丸ね丸い形をついてやっていくんですけどこれを何というかっていうとこれで円って言いますまあ500円とか370円の円と同じ感じね円つまり丸い形はこれから円と呼んであげてくださいでこれを書くときに使うアイテムがあってそれを頑張って書いたんです でもね、限界だった。よくわかんないでしょ持ってきた。これです。これ、見えるかなみんな。多分みんなを持ってる方多いと思います。これがコンパスって言います。コンパス。ほら、ほら、まあ、そっくり。ね。だからこの使うアイテムをコンパスというので、今回最後の問題はね、コンパスを使って書いていくから、もしね、今家にある方はそれを用意して、また話を聞いてみてください。 ちなみに、この円の中には何個か覚えなきゃいけない名前があって、3つあります。3つね。まず1個目が、円にはど真ん中、ちょうど真ん中の点があるんです。ちなみにこれは、コンパスで円を描くときに、針を刺す場所です。針をここにパスぐさって刺した上で、くる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 って書いていくんだけども、このど真ん中の、真ん中の点のことを、円の 中心と言います中に心で中心いいねでそこを通る線が2種類あってまず周りから周りまで引いた線って書いてよく分かんなくなるんだけどここを通るようにしてピーってでこう貫いてねここまでいったこの4番ここですこの線のことをこれで。 直径って言います。直径。ちょっと漢字の読み方は気をつけてね。たまに直径って間違っちゃうんだけど、直径です。で、今はその中心を通って端っこ、周りから周りまでピーって全部行ったでしょ。それを中心で止めてほしい。例えば5番みたいに、ここからピーってここで中心で止める。この部分、5番のところを、あ、これあれだね。 ここ、中心を書き入れときましょう。この波線はね、さ、前と同じ番号になってるので、同じ答えが入ります。ここね。つまり、中心から周りまで。まあ、ここはね、中心から周り。さっき、反対で言っちゃった。中心から周りまで。ピーって引いたこの部分を、半径って言います。半径。だから、この、中心、直径、 半径この三つの名前をまずしっかり覚えておきましょう。またね、ちょっとあの学年が上がったりすると、円について名前が少し増えていくところもあるんですが、まずはこの三つ、押さえておいてください。で、ちなみに、今ここでね、書きましたが、周りから周り、つまり、えっ、ー、と、この辺スタートにして、ちょっとね、フリーハンドだと、ウいーって、中心通って、反対まで行った、こいつも直径です。これも直径。だって、周りから周りでちゃんと中心通ってるからね。 で、中心からここに、よよーって引いたこれも半径です。どこに引いても半径。中心さえ通ってればね。で、今から問題を3つまずやっていきます。半径が6センチメートルの円の直径は何センチでしょうかっていう。で、これ直径と半径にはね、ある関係があって、例えば、まあ、半径ってね、半分っていう漢字を使っているので、今、 じゃあ、ここのさ、真横のここね。これが、じゃあ、10センチだとしましょう。10センチ。その時、半径は何センチでしょうかって言われたら、この直径の半分になります。なぜかっていうと、わ和と同じとこで書こうか。ここ中心あったでしょ半径っていうのは、こっからこの部分です。つまり、直径の半分だよね。 だから、10を半分にすればいいから、ここは5センチ。もちろん、同じ円の中にあるから、ここも5センチだし、ここも5センチになっています。これが直径と半径の関係。いいつまり、半径が6センチって分かっているから、じゃあ直径何センチって言ったら、半分の半径6だから、直径はそれの2倍。2つ分なので、6を2個、2倍して、12センチだなって、6×2 でね。 っていうのがわかります。で、逆に、直径が6センチです。全部だよ。直径が6センチの時の半径はって聞かれたら、6の半分にすればいいから、6は2をして、3センチと。わかる。で、最後、鬼マーク来ました。これはなんで鬼マークなのかっていうと、単位を気をつけてください。いきます。直径がここ。1。 メートルなんですね。の時の円の半径は何センチメートルと単位がずれています。こういった引っ掛けは結構出てくるので気をつけてください。で、答えを何センチメートルってこっちで答えたいから、この1メートル。これをセンチメートルに変えちゃいましょう。ちょっとピーって持ってきますね。さあ、1メートルは何センチでしたでしょうか。まあやったね。1メートルは100センチです。100センチ。つまり、今直径。 全部が100センチっていうことが分かっているので、それの半分、100の半分だから、答えは50センチメートルと。これで正解となります。いいかなでは、最後の9番は半径6センチの絵を描いてみる方にちょっと画面変わりますので、この後もぜひお付き合いください。ここまでの復習もよろしくね。 それでは9番の問題やっていきましょう用意するのはコンパスそして定規です三角定規でも大丈夫です用意してくださいではねまあ、コンパスの使い方がもし不安な方こう書こうと思ったらさ結構ずれちゃうんだよねでそういうのがうまくできないっていう方は動画のね概要欄からコンパスの使い方動画にしてるから見てみてくださいではここをまずねちょっと私のはノック式なので気をつけながら針を差し出しますで6センチに今から合わせていくんですけどちょっとねみんなはあの紙の上でやってね これを6センチの幅に合わせたいんですつまりちょっとピントがねここからねこうやって鉛筆の先っぽをずらして 6cm に合わせていきますちょっとね空中は無理見えるかなじゃあここにねあの私のは端っこがちょうどあの定規のスタートになってるのでここに針を刺しますで定規をねちゃんと押さえた上でここをうまくこうねちょっと。 鉛筆先っぽ片手は難しいずらみんな両手使うんだよずらしながら6センチに合わせますできたかな見えるこれで6センチの幅が取れましたで半径が6センチなので6センチにしますもし直径が10センチの円をでもし言われたら直径が10つまり半径が5になるので5センチにこのコンパスね開いて準備してください そしたら、あとは書くだけです。これをね、動か、あの、動かしちゃうと、六センじゃなくなっちゃうから。まず針を刺します。ピンって刺したら。ここね、ここの針、ここにうまく力を入れて、鉛筆の方はあまり力を乗せずに。くるーんと回すと。うん。薄くて、みんなに見えないから、ちょっと濃くするね。よいしょ、ちょっとずれてるから、合わせます。こんな感じ。 これで半径6センチの円が欠けています欠けてるかなーっていうのはもしねあの近くにお父さんお母さんとか先生がいるようだったら確認してもらってください。はいということでここまでねお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。お疲れ様でした。